やわらかくなったもんね。マジで。はい、じゃあよろしくお願いします。どこが一番辛いとか。首です。首ですか。なるほど。ちょっと目指してもらうと、まあお兄さんもなかなかっすね。あ、マジっすか。なかなかっすね。なかなかお兄さんもすごいわ。しかも猫背が半端ない。マジっすか。なんとなくわかりますよ、今日。ああ、そうそう、いい感じの猫背なのか。やば、身長無駄にしとるやな。でも猫背検定しようかな。何度から何度が1級とか。1級、猫背検定。猫背検定。え、マジか。じゃあもうちょい意識した方がいいですか。いや、いいっすよ。もったいないっすよ、これ。身長とか、胸張るの意識した方がいいですか。胸張るのと、これちょっとね、背中反っちゃって、反りすぎちゃって、逆に腰の割り場合があるんで、だからちょっとね、こういうんで直したい。あ、回りやすい。人生全然回りやすい。俺やった後だと、ずいぶん変わりやすい。なんかね、なんか一仕事終えたなって感じ。なんかこっちだけ勝ったのかとか違うじゃん。あ、違う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 。マジや。だから猫背も永久的なもんじゃないですよ。本当一時のなんかそういう姿勢の固まっちゃったやつなんで、これでねなんか治っちゃう。だからそこでまたいつものような姿勢になっちゃうと、また簡単に戻る。多分ね、携帯の触り方よね。片腕にさ、なるほど。だから横になってさ、だから叩き方いけない。これね、多分みんな一緒。ほら、今スッとしてすごい。ちょっと痛いかもしれない。こっちから見てると本当に分かる。くすぐったいから。くすぐったいのはね、ちょっとね、悪いんですよ、やっぱり。痛いの通り越しちゃってました。ああ、そういうことなの。そういうこと。まあ、諸説あります。これめっちゃこちょこちょじゃないか。この辺疲れるでしょ。そうですね。ゴリゴリ。めっちゃ音鳴るっす。もう、ゴリゴリ。振り向いたらボキンみたいなのあるっす。これ。ああ、それ。で。左の方が強いんだな。マジか。こっちの方がこっちより硬い。やっぱスポーツとか影響あるんですか。あると思いますよ。低くいきますよ。おお、こういう塊がこれ。あーあー、わかる。あー、塊発見。あれ、剣道やってましたっけ。いや、俺は柔道とキックボクシングですね。なるほど、なるほど。うん、いやだよ、サッカーはあんま関係ないと思う。やっぱなんかあれかな、そう、構えも癖が出るんで、だから左右変わっちゃうんですよ。意外と使ってるとこが同じで、そういう形になっちゃうからね、体が。俺いつもこれに違和感感じてるんですよ。この首のこの筋すごいな。あああ、そうですね、はい、これやばいっすよ。やばいっしょ。めちゃくちゃ効きますよ。どうやって来てください。ああ、行きます。ああ、すげえ。すごいな。使ってる筋肉が硬くなってる。ああ、これ大変だ。あ、そうだ、柔道で首の筋トレとかめっちゃしますね。わかります、わかります。一番やっとった頃は、その自分の身長のサイズのシャツとか、そうなっちゃいますからね。
とこれ半端ないですね。そうですね。それでもわかる。リレンちゃんで硬い人これが大変大変だ自分でも分かると思う特に右のここのラインが硬くないとこはすんなり指が入ってくるの分かるんですけどこれねそれですこっちはこう剥がすいや大変だ逸材発見マジそんなやばいっすかいや結構ねほら首ってダメージたまるから効くのもあるかもしれないちょっとやるだけでも全然やっぱり、ね、可動域関わるんでねまあいろんなタイプあるけど結局は血行不良なんで大体は あとはほらショックによるねなんかそういうなんか、まあ、ブロックするために硬くなるとか、なんかいろいろあるけど、大体結構不良だ。右のこれなんだろう。はい、これ。あ、俺がそれ、多分それがいつも肩回したら、グリグリグリって。ちょっとそれですけど。すげえ落とせるんですよ。外の人に詰まるくらい。そうですね。で、リラックス、リラックス、あれいきます。大丈夫ですか大丈夫です痛気持ちいいみたいなおほぐれてきた、ほぐれてきた鉄分足りてないですかね、血行不良もしかしたら血液ドロドロかもしれないタバコ吸ってないんよねまあ、わかんないですけどねとりあえず血行不良な、確かにこの部分が耳たぶんめっちゃ硬いんですよ耳たぶんじゃないですここの部分、えぐいっすよどうぞ こっちの硬いから本当だ。あ、こっちですね。これなんかあれらしいし、血の巡りが悪いらしい。冷え性の原因。これですね。それやばいですね。あ、触ってみます。親指で何かビー玉が埋まってるしそうですね玉がありますねビー玉が埋まってるし俺みんなこんなもんだと思ってたいやまあこのお兄さんも似たようなもんですけど似たようなもんですけどでもまあでもここに来る人ってだってこんなもんですよそれが辛くてほら恥ずかしいの我慢してくる俺も全然もうほらでそれを乗り越えて、まあ、やって、ね、あのなんか やった回があるようにはしてますけどなんかマッサージとかやってみたいなとかいろいろ思ってたんですけどなんか全身もみほぐしとかあるじゃないですかでもなんかそれでなんかめっちゃ下手な人とかでその例えば90分3000とかで次の日めっちゃもみ返しとか感じ強かったら嫌やなって思って行ってなかったんですよ、ね、まだ若いんにと思ってまあまあまあ相性ありますよね。まあ、床屋でもほら、うまい人と下手な人いるんで。でもそれにほらお金ね、やっぱり損したーっていうのはまあしょうがないですね。分かんないですもんね。でもここは無料なんで。マジでそれがすごい。このクオリティで無料はやばいっすよ。やっぱやそこういうのやってる人からしたら硬いやつにやりがいがあるんですよ、ね。やりがいありますよ。ここそこ。あとねここ。外してもらってよかったです、はい、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました本当また来てください、はいはい